飛び出せ獣医 VV 調査隊。動画をご視聴いただきありがとうございます。 VV 調査隊の優香です。今日は調査隊本編の撮影のため撮影にご協力いただきます栃木県県北家畜保健衛生所に来ています。本編では家畜保健衛生所のお仕事の紹介と軍団ネオとのやり取りがメインとなっておりますが、本動画では家畜保健衛生所の皆様の思うお仕事のやりがいなどをインタビューして、どんな人がどんな思いを持って働いているのか視聴者の皆さんにも知っていただこうと思います。では早速行ってみましょう。さあ、爽やかな映像から言って、こちら放送席でございます。産業動物獣医師やりがい PR 選手権、実況は私陽平と、解説は私優香でお送りします。今回は栃木県県北カップからなんと4名もエントリーだ。なかなか長期戦になりそうですね。おっと、早速1人目の登場だ。エントリーナンバーワン、頼みさん。ノークさんとのコミュニケーションを大切にしながら家畜の疾病を正常化へ、アクション。私が担当している自然性リンパ腫という病気は、対策は農家さんごとに違いまして、その農家さんの実情に寄り添って農家ごとに対策を考えて正常化に向かっていくことがやりがいで感じています。田上さん、ご自身はどうしてこちらの栃木県の家畜保健衛生所で働かれようと思ったのですか？もともと出身が栃木っていうこともあるので、やっぱこの栃木の畜産に何かできないかなっていうことを考えて、こちらの家畜保健所に就職しました。じゃあ農家さんとお話をする機会もたくさんあるということですか？そうですね、今自分が一番大切にしていることは農家さんとのコミュニケーションを取るようにしています。なるほど。この病気に関しては農家さんとどうしていくかっていうことを一緒に考えていかなくてはいけないので、そういうところでやっぱりこのコミュニケーションを取っていくことがやっぱり一番重要であるなと思います。僕ら産業動物獣医師っていうのは、実際その現場によって業務の内容とか雰囲気っていうのは全然違うので、興味があるものにはやっぱり足を踏み込んでもらって体験実習とかしてもらえるといいと思います。エントリーナンバー2、赤松さん。病性鑑定で原因を特定し、農家ごとの対策を実践、アクション。私は病性鑑定といいまして、農場で原因不明の病気だったり、調子、牛、豚が調子崩しちゃったよという時に、その原因を解明する仕事を主に担当しています。農場さんがなんでこの病気になってしまった、調子崩してしまったのかっていうところで、対策にすごく困っているっていう時もあります。ただうちの検査、家畜保健所での検査の結果を持って対策を取って、農場、牛の豚の調子が良くなったよっていうふうに言ってもらえると、すごくやりがいだったり楽しさだったりっていうのを感じることができます。なるほど。そういった対策というのは農家さんと一緒にご協力されてされるということですか？そうですね、やはり農場さんごとにどこまで対策は取れる、教科書的にこれをやればいいよっていうのはもちろんあるんですけど、農場さんによってどこまでできるかっていうのはバラバラなので、じゃあこの農場さんだったら、じゃあこういったやり方だったらどうですか、それがちょっと難しかったら別のやり方でこういった対策は取れますか、農場さんと言葉のキャッチボールをしながら対策を取っていくような、決めていくような形になります。なるほど。面白さを感じたエピソードの終わりですか？やはり今のその病性鑑定業務がすごく楽しくて、多分何々病かなっていうのをまず臨床所見で当たりをつけて、それがズバリ当たってた時はやっぱり獣医師として楽しいなって思えることはあります。なるほど、ありがとうございます。その病性鑑定業務絡みになってしまうんですが、なかなかせっかく相談いただいてもすぐに分かりやすい結果というか病名が判断できなかったり、そういうふうな時はいろいろ文献等を調べたり、いろんなところに相談したりというところで、なかなか結果が得られないこともあり、そういった時はすごく大変だなっていうふうには感じます。ただそこも含めてやりがいの一つなのかなというふうに考えています。やはり良くなった時、その病気とかが良くなった時とかに、農場さんだったり獣医の先生だったり臨床の先生だったりにありがとうとか感謝の言葉をいただけると、すごくやってて良かったなっていうふうに思います。
行政の仕事というとなんか難しいだったり硬いだったりそういう風なイメージがあるかもしれませんが、飛び込んでみるとまあ、感染症のエキスパートだったり行政マンだったりいろんなことができて面白い職場だと思います。ぜひ飛び込んできてください。さあここで前半戦終了です。いかがでしたか、解説のゆかさん。そうですね、田上さんも赤間さんもそれぞれコミュニケーションを大事にしながらやりがいを持って働いていることがよく伝わってきましたね。赤間さんは困難をやりがいに変えるという必殺技を使って魅力をアピールしてきました。そうですね、非常に見応えのある前半戦でした。さあ続いて後半戦3番目の登場だ。エントリーナンバー3、安田さん。畜産物を供給する農家さんの使命感を肌で実感。やはり農家さんと直接関わることが多い仕事になるので、実際に家畜を飼って、食べ物を生産している方のどのような使命を持ってお仕事をされているのかっていうのを、毎日感じることができています。なるほど。どういった使命を感じられているかというのはご存知ですか。やはり、家畜畜産っていうのは厳しい状況っていうのもあるんですけれども、自分たちがやらないといけない仕事だっていうことを考えながらお仕事されているっていうお話はよく聞きます。やはり感染症のことに関しては農家さんから過保の人がいなければ獣医の先生に聞いてもわからないようなことはどうしたらいいのかわからないというふうに言われていることがありまして、なので感染症の検査だったり対策に関しては過保に頼っている部分がやっぱりあるんだなということを考えながら仕事をしています。なるほど。お仕事仲間、同僚の方や上司の方に言われた言葉で何か心に残っていることはありますか。やはり大変な仕事なのでこう続けるのが大変だっていう話はよくあるんですけれども、自分たちがやらなければいけないっていうようなことは話しています。一概に家畜の仕事といってもやはり閉じた部分があると思うので、普通に生活していては分からないような世界ではあると思いますので、どんなことをやっているのか少し見学とかをしてみて大切な仕事なんだなということを感じていただけたらいいなと思っています。安田さんご自身はどうやって就職先として家畜保健所衛生所を選ばれましたか。動物として私は牛が好きだったっていうこともあるんですけれども、やはり何かしら自分自身の役にも立つような仕事をしたいなというふうに思っていて、畜産っていうと自分の食べる食べ物にも関わってきますので、その牛のに関わる仕事がしたいと思って家保の仕事に就きました。エントリーナンバー4、橋本さん。家畜保健衛生所は農家さんのためにある。アクション。どうしても農家さんにこうああしてください、こうしてくださいというふうにちょっとお願いというか、指導することが多いんですけれども、その中で農家さんと、それ以外のお話もいろいろして、顔を覚えていただいたりとか、農家さんの方からこういうことがあるんだけどどうしたらいいかなとかちょっと相談していただけると、その農家さんにちょっと頼りにしていただいているというか、ちょっと親しみを持っていただけているのかなっていうふうにちょっとやりがいを感じられます。はい、なるほど。はい、そういった農家さんに親しみを感じていただくために何か気をつけていることなどありますか。そうですね、とりあえず明るく挨拶はするようにしてます。私が大事にしているのは、上司に言われたんですけれども、家保は、農家さんのためにある機関なので、その一番に農家さんのことを考えてどうすべきかを考えなさいというふうに言われてます。実際、仕事をしていても、その言葉がやっぱり一番大事かなと思っているので、その言葉を、大切にしてます。なるほど。その言葉を聞いた前と後で何か考え方が変わるといったことはありましたか。そうですね、最初その家保に入って、業務を覚えるのに必死だったんですけど、そういうふうに明確にこう言っていただけたので、自分が何を目標に動けばいいかっていうのがはっきりとしたっていうのはあります。家保って今ちょっと、鳥インフルエンザとか豚熱の発生とかでちょっと大変っていうイメージがついてしまっているかと思うんですけれども、実際確かに大変なところはあるんですけれども、日本の畜産を支えられるっていう意味ではすごくやりがいがある職場だなとは感じています。なので、ぜひちょっと興味がある方は実習とかあると思うので、ぜひ参加してどういったことをしているかっていうのをちょっと見ていただけたらなと思います。なるほど。
さあこれで4人の選手すべての発表が終わりました。ただいま審査員の採点中です。安田さんも橋本さんも使命感が伝わってきてリアル力が高かったですね。橋本さんからは上司から果歩は農家さんのためにあるんだと言われ心に残ったという発言も飛び出しました。これには全国の果歩の職員の皆さんも頷いているのではないでしょうか。おっと、ここで審判団から結果発表だ。これより審判団より結果を発表させていただきます。競技の結果、エントリーいただいた4名のやりがい、コーツつけられませんでした。よって全員を優勝とみなしたいと思います。またもう1点連絡です。この度、産業動物獣医師やりがい PR 選手権全国大会を開催することが決定いたしました。全国の家畜保健衛生所をはじめ産業動物獣医師の皆様、ぜひ動画をご投稿ください。あ、先にお伝えしておきますが、動画を投稿した時点で全員が優勝となります。全員優勝とかあるんですか。皆さん、おめでとうございます。そして突然の重大発表、産業動物獣医師やりがい PR 選手権全国大会の開催です。いや、面白くなってきましたね。はい、全国の産業動物獣医師の皆さん、ハッシュタグ産業動物獣医師やりがい PR 選手権で動画投稿お待ちしてます。お待ちしてます。